はいどうもルリタマです。というわけで今回はストライクガンダムというわけで見ていきましょう。相方がニューガンダムで相手がノーベルと X3。 ちょっと喉が痛いんで優しい声になってると思います。仕事用の声っていうかそっち系の声でやっていきたいと思います。なんか乾燥してるのかわかんないけどすごい喉痛くてあんまり声張れないっていうか、あれね、ストライクだからつって乾燥機体だからといって乾燥と乾燥をかけているわけではなく、本当に喉がちょっと痛いんで優しめの声で今日は撮っていこうかなと思っております。まあ知らんよなって話よな。まあストライク、あれだね、イージスと同じでシード発言が追加されたのかな。でアシストが前まで格闘チャージだった気がするけど射撃シースに移行してるとっていった感じかな。それくらいだと思うかな。ああとあれだ、ランチャーの格闘で膝蹴りが追加されたんだけど、あれちょっとやりすぎてマジで先般やったからこの動画じゃやってないっていうかさ、もうみんなやったでしょ。あれは上手い人たちっていうか動画投稿してる人たちは膝蹴りやばいもんね。なんかもうみんな分かってるんだよね、ランチャーで前ブーすると膝蹴り来るなってなっちゃうよね。膝蹴りすごいよね。なんかあれだよね、ホットスクランブルの前角とか、あとなんだっけ、ザカメージングの前角とか、あんな感じの格闘だね。すごいなんかギュンって伸びて蹴っ飛ばす感じのやつが増えたのかなくらいかな。あとあれか、ソードストライクでバルカン打てなくなって格闘カウンター、射撃ガード付きのカウンターになった。あれって今回からなのかな。なんかびっくりしちゃった。あれもね、うまく使えたらよかったんだけど、なんか使い方的にはあれなのかな。なんかエールとかランチャーで動いてて、やべえオバヒだって時に乾燥して、そのカウンターで射撃ガード移行してあがくみたいなことができるようになったのかなって思います。中和系で、まあストライク IWSP がやっぱ本番なのかなっていった感じかな。個人的には IWSP までほとんどエールで動くからあんまり面白みはないかなっていった感じ。まあストライク強いんじゃないかなと思うけど、あここ無理やりサブ無理やりサブで落としてって、ストライクね弱くはないと思うな、2番の中で。っていうか IWSP になれればどこまでも強いキャラだからね。 IWSP マジ最強っす。このレールがマジで強い。あとは、あれかな、エールの下格闘からシード貯めて逃げるっていうのもできるといい感じなのかな。なんか俺指ブサイクだからできないんだよね。チャゲで2戦目。相方がニューガンダム。相手がセブンソードとフルグランサ。まあ試合を触れていきましょう。あ、でこれ CS があれだね。N でエールになって、アグニみたいなのを2連射。で、左でランチャーに完走して、なんか、ソード、エクスカリバーくっつけてる変な飛行機がビューンって飛んでって、で右でソードに乾燥してビームライフルみたいなのを3連射して突撃する飛行機は出てくるって感じかな。でこれこの CS があれだね、 IWSP 中だとメインキャンセルで落下できる武装になりますよって感じかな。だから20連射中に溜まるから、それで仕込みながらステップしながらふわーってやってアメキャンやって着地挟んでガートリングで牽制して IWSP のサブで取っていくっていうのが基本的な動きにはなるのかなって思います。というわけで試合に触れていきましょう。ランチャーのまんまだけど大丈夫か。膝蹴り準備してそうだけど、さすがにダブロだからやめたって感じかな。 IWSP がもう一回溜まってる。格闘カットして IWSP3 発めちゃくちゃ痛い。あれ250くらい減んのか。肩あたり両あたり両あたりが多分一番痛いよね。だからさっきの一番痛い当たり方だと思う。相方がちょっと覚醒中にカウンターから格闘もらっちゃったけど大丈夫そう。セブさんの覚醒が来るんでシードあもう貯めといてと思ったけど相方が助けに来てくれたんで大丈夫そう。シード一回離したいけど、シード離してそう、これあーちょっと曲げすぎちゃった。ランチャーのさ照射がその乾燥した瞬間打てるようになったのもいいね。これって今作からかなのかな。前までなんか射撃シエスだった気がするけどIWSP のサブで相方ぶっ殺しちゃったあとなんか IWSP 中なんかブーメランアメキャン、ブーメランメインキャンセルあったような気がするけど、なくなったね。なかったわ。なんかあったような気がするんだけどな。なくなったのかな。なんかちょこちょここう言葉にしてみると変わってるねって感じ。ああ、ここやっぱ射角が強い。射角から追撃ちょっと怪しかったけど、前角当たって、そのまま S 角吐いて覚醒技で強制乾燥。そのままサブサブサブ。はい、最強。S 角中最強。サブ当たって、いやー、打ちたかったけど S 角切れてたから連射できなかったんだよな。とりあえずまだ IWSP の時間があるんで、このフルグランサに牽制してって、ちょっと取れたらよかったけど、ミサイル当たっちゃった。相方じゃないよ。何の弾当たったんだ。あれ、ファンネルか。ファンネルが当たってって、フルグランサの C 角吐かしたいね。この距離だったら、ブー角ねじ込んで C 角吐かせることには成功しました。メインから射角仕込んで、バルカンダメそう。これ、孫見えてたけど、避ける気せえへんかったって思ったら相方がとどめさせてくれてと。やっぱ IWSP だよな。IWSP 強えな。
この試合だって2回当ててるもんね。200何歩と200後半2回出してるもんね。それだけで本当に仕事だよね。で、IWSP が火吹かなかったらちょっと難しいキャラだよね。なんか相方に助けてもらうのを前提で動いた方が強そうだよね。ストライクはどうなんだろうね。それでもわかんないや。チャケで3戦目、相方がバイル、相手が X2 と G セルフ。うん、IWSP だね。なんかてか溜まるの早いなって感じした。なんかここら辺って次元強化系黒分の時ってほぼ一律だったけど、こいつも一律のあれで回転速くなったのかな。なんか早い気がする。まあ相方が G セルフ噛みついてくれてるんで、俺は X2 を見ていきましょう。メインで動かしてサブサブと。キャンセルから打ったからちょっと休めかな。アシストちょっとでかくてそのまま当たってって、ダートリングブリブリ打ってって、そう、ふわせ。あと IWSP のあれステップってこっちでもあれなのか、なんかぬるっと動くステップなのかな。なんかずっとあれだよね、ステップの性能がちょっと違うんだよね。 IWSP だけロングステップするとめちゃくちゃ動くみたいな。一回横特写もらっちゃって、 G セルフこっち来てるけど大丈夫そうっすか。シード発言してなんとか逃げれそう。ここの面に当たると思わなかったんだよな。着地しちゃって 1.5 倍のダメージもらっちゃいました。ちょっと痛いっす。 IWSP 溜まってるんで、サブサブ、あれ止めれなそう。危ねえ、バタラだっけあれ。違う、バタラじゃねえや。なんか大式ホールドくん当たりそうだった。いやー、こういう時ね、メイン打ちすぎちゃってね、振り向いちゃうのよくあるあるなんだよね。ああいう時どうするよ、どうしようかなってなっちゃう。ああいう角度で弾打つなよって話なんだろうな。ここもサブ入れ込みすぎちゃって、相方噛んだのに邪魔しちゃった感じ。相方噛みついて、あれはカットされなかったら持ってくでしょう。バイル最強ゲーミングかよこれ。いや、喉に負担かけないように喋るとなんかすげえ違和感感じるわ。マジでイガイガすんだよな。加湿器とか買おうかな。なんかチャケでラスト、相方がバイルそのまま、相手がレックスとガラッツォ。あれ、ヒリングってなんか前にも言ったな。ヒリングって書いてあるからもう片っぽ出んのかなって。あ、てか100機体目リボンズ取りたいからリボンズ使いたいんだよな。なんかセリフ考えとかないと。人類救済チャンネルがそろそろ来るぞ。まあレックスこっち来てるけど、うわおう、格闘シェイス見えなかった。まあ相方が、じゃあ IWSP 溜まるまではちょっと守ってもらって、 IWSP 溜まったら2人でちょっとがっつり行きたいですねって感じ。サブがやっぱ強い。ガトリングちょっと、あれかな、誘導とか弱めなのかなこれ。動かす分には強そうだけどね。20連射だから。いや、まるで当たり気しなかったね。あのダウン追い打ち的な感じで。ガラッツォにちょっと弾当てたいけど、バルカンで固めるけど、ちょっとバルカンなかった。メインちょっと2発目遅くて固められなくて、ここは格闘もらっちゃうでしょう。相手がリボ出してるの見えてたんで、無理やり格闘で暴れて安く済ましましょう。 IWSP2 回目、見られてない時のサブサブはめちゃくちゃ強いっす。相方助けようとしてる時のサブサブはめちゃくちゃ強い。レックスのブーカク特角前来てって、N 角で振り返すけどダメだった。隠し技もらっちゃって。IWSP の N 角、なんか俺判定強いイメージだけど、なんか、どうなんだろうね、今回はね。よくわかんないけど。なんか IWSP 格闘関連で言うと、下格闘派生のなんか、ドンドンっていう叩きつけダメージ補正と効率いいんだよね、確かね。シード溜めながら、ギャラクシーガードして、レックス来てるんで一回シード発言して、ここ通れそうなんで、メインから N 特角出し切って、そう、これ、アンカーからメイン降りしようとしたんだけど、そんなおしゃれなことできません。こいつ、メインブーメランなんてできません。IWSP のサブサブ当てて一回止めて、相方がレックス噛みついて、一回ここでリペア入りましたと。ガラッツォも落としたんで、このまま IWSP を使って落としていきたい。これも取れるでしょうって思って打ったら、ステップ入っちゃってね、1ヒットだったから落ちなかった。乾燥切れたけど、隠さず空振ると、次元強化が溜まってますよと。さあ、S 角 IWSP はまだ続いてる。上に逃げる相手を問答無用で当たっていくと、やっぱ IWSP なんだよな。ちゅわけでストライクでした。まあ、ちょこちょこ武装は変わってるけど、やっぱ IWSP でぶっ壊すっていうコンセプトは何にも変わらないのかな。てか、俺個人的にはランチャーの仕様変更がめちゃくちゃいいんじゃないかなと思う。その、やっぱずっとエールでいないと、ランチャーで照射溜めてる間に、その、相手来ちゃうと、なんか、CS を離してからエールになったりするっていうのがめんどくさかったのが、その、あ、今照射打ちてって思った時にエールサブって打つだけで照射打てるのは結構いいんじゃねえのって思ったな。あと、最終手段の膝蹴りも一応あるし。で、あと、動画では使えてないけど、その右乾燥してソードになってサブ打って、格闘カウンター、射撃ガード付きの格闘カウンター、あれ、ガード移行するやつね。それであがいたりもできるから、そういうタクは増えたのかな。だから、またやり込む要素が増えたんじゃねえのって思います。エールは変わらずかな。
って感じかな。あとシード発言もちょっと大きいよね。リセンコストで一回そのシードとかで時間稼げる、覚醒、相手の覚醒に対してがなんか時間を稼げる武装があるっていうのはやっぱそこも大きいところかな。まあ強いとは思うけどな、弱くはなさそう。まあぶっ壊す系のキャラ相手だとやっぱ壊されやすいっていうのが弱点じゃ弱点だよね。まあずっとそれはストライクの弱点だと思うから、そことどう向き合っていくかが課題なキャラかなって思いました。近くでよかったらね、チャンネル登録とか高評価とかしてくれるとすごい嬉しいです。それではまたお会いいたしましょう。またね、のどいてー。